皆さんこんばんは。今日は、バージョン 6.4 の初日の、ま、深夜、今3時なんですが、ま、今回もね、公開収録ということで、ま、もう3時なんでね、もうだいぶみんな寝ちゃいましたが、何人か来ていただいております。今回も、バージョン 6.4 で追加された、新しい武器、盾について、まあ、どんな性能なのかというところを、ご紹介していきたいと思います。ということで、今回もこういうのを作ってみました。はい。で、まあ、まず片手剣なんですが、セラソードね、回心率と、回心暴走ダメージプラス15という、まあ、非常に、まあ、シンプルで使いやすい、攻撃特化型っていう感じの性能になっております。ので、まあ、前衛ですね。バトルマスターとか、戦士とか、で使うのは、まあ、非常に相性がいいものになっております。で、まあ、一応、デッドリーソードの、バトナラ回ですね。デッドリーソードの上位版になってるんですが、まあ、この、起点、なるかみデッドリーあたりはもう、ちょっと、火力差が出てきてしまってるかなという感じなので、基本的には、セイラスと妖精の、まあ、二択っていう感じになってきてます。で、妖精の剣の方は、全属性攻撃ダメージプラス3っていうのがついてますので、まだまだ強い。で、魔法戦士とか、占い師とか、あと、魔剣士とガーディアンかな。という、まあ、属性攻撃メインだと、まあ、妖精の剣の方が使いやすいと思います。で、あと、高難度 5% スカラー2段っていうのがついてますので、バトルマスターで使うときも、まあ、左手に持つなら妖精の剣の方が、スカラー2段の恩恵を受けられるというので、まあ、このセーラスと妖精の剣1本ずついいのを持ってたら、使い分けられる感じかな。なので、まあ、両方強いので1本ずつ持っておくのが、いいと思います。で、占い師とか、魔法戦士とか、魔剣士ガーディアンでこっち使って、で、バトルマスターとか戦士とかではこっち使って、で、バトルマスター左手こっち持ってみたいな、の使い方がいいかな。はい。で、続いて、両手剣ですね。両手剣、まあ、あんまり使わないですが、まあ、セールスブレードも、まあ、テンション、特化で、まあ、攻撃特化で、まあ、割とシンプルで使いやすい、性能になっていると思います。で、今、両手剣というと、アウルモッド戦ですね。これが、悪魔系にプラス15っていうので、これが猛威を振るっているわけですが、まあ、アウルモッド、バトルマスターとかでアウルモッド行くなら、まあ、ザンマの火を、非体験の方が強い。アウルモッド以外で使うなら、まあ、セーラスが使いやすいかなという感じですね。まあ、まあ、この辺の武器はやっぱり攻撃力がある程度ものを言うので、まあ、基本はセーラス。まあ、この辺も、まあ、あんまり、セーラス、両手剣に関しては、あんまりいいの買わなくても、ね、防衛軍で、それなりの錬金のやつ拾ってくれば、それで十分だと思いますけども。アウルモッド行くならこっち。それ以外だと、これでいいんじゃないかなーって感じですね。で、続いて探検。まあ、探検は魔法使いで使うか、踊り子で使うかっていう感じなんですが、まあ、ファントムダガーとか、この辺だと、さすがに火力が低くなってきてるので、基本的にはこの3つ、セイラスダガー、エレガントポイズン、秘伝のナイフの3択になってくると思います。で、魔法使いで使う分には、攻撃魔力の差がね、まあ、探検は、起点のナイフ以上だと、ほとんどないので、まあ、どれでも好きなやつを使えばいいと。で、効果的にも、めちゃくちゃ強いっていうのが、飛び抜けて強いというのが、まあ、特にない
好みの、範疇かなって気がするので、まあどちらかというと防衛軍で呪文速度がたくさんついてるやつを拾えたらそれを使えばいいかなみたいな、な感じですね。で、踊り子で使う分には、まあ必殺チャージを使う、取るのか、まあチャージタイム短縮、あと猛毒を取るのかと。まあ踊り子で起点ナイフ使う意味はあんまり薄いと思います。まあどっちか、まあセラスが右手、エランポイズン左手っていう使い方もいいのかなと。だから左手で持つには、このクローリスっていうね、扇を左手に持つと毒が入りやすいよというので人気があるみたいなので、まあ左手クローリスにするなら、まあ、どっちがいいのかちょっと微妙な感じですかね。まあちょっとこれも好みだと思います。まあエレガントパイズの方が無難に使いやすいのかな。うん、そんな感じですね。まあですので、エレガントポイズンいいの持ってたら、踊り子のねやつ持ってたら、まあ魔法を使うように防衛軍でいいの出たらそれ使うみたいな感じですかね。で、続いてスティック。まあこのスティックね、このエールのスティックっていうのが呪文と特技の回復量 10% っていうのがついてて、まあこれがめちゃくちゃ強くて、まあ長年猛威を振るってきてたわけですね。で、まあ、僧侶用としては、エイルのスティックっていうのがずっと来てたわけですが、まあ、今回、セイラスティックは、ホイミ系、ホイミ系の字、間違ってるな、よく見たら。ホイミ系の射程が5メートル、ベホマラの効果が2メートルと。いうことで、呪文の範囲を広げることができるという面白い効果がついています。で、じゃあ、まあ、この、回復魔力もね、結構差がついてきた。まあ、50にも差がついてるんで、まあ、どんなもんかなーというところで、ちょっと調べてみました。で、どうやら、回復量 10% っていうのは、回復魔力72に相当するそうです。ということなので、セラスティックより、エイルの方が、まあ、52の差しかないので、未だにエイルのスティックの方が回復量は、セイラスティックより上になります。ただ、まあ、その実際、回復魔力20の差っていうのが、回復量で言うと、まあ、だいたい6から7ぐらいの違いだそうなので、まあ、これを誤差と見るかどうかっていう感じですね。ですので、まあ、呪文の射程を有効活用できるんだったら、もうセイラスに乗り換えちゃっていいかなというところですが、まあ、若干エイルの方が回復量自体多いので、まあ、結晶化せずに、まあ、いらないかな。いらないのかな。うん。エイルスティック一応持ってたらいいかと思います。で、呪文の射程そんなに普段戦ってて気にならないんだったら、まだまだエイル使っていけると思います。で、天地雷鳴士とか、スパスタとかね、その辺で使うなら、祈り星のスティックが使いやすいと思います。で、続いて両手剣ですね。まあ、セイラスワンド、外心暴走時ダメージプラス100、まあ、これが強そう。で、まあ、特に、暴走魔法陣ですね。超暴走魔法陣の上で、戦えるのであれば、セイラスワンド結構火力が出ると思いますが、まあ、ブルームワンドもね、チャイタイム、10秒短縮とか、魔力覚醒とか、この辺ついてます。ご存知魔力覚醒、この辺ついてますので、まあ、これもまだまだ使いやすいと思いますね。で、まあ、聖魔の国情なんですが、すべての攻撃ダメージ 3% っていうのがついてて強そうに見えるんですが、まあ、以前もね、お話ししましたが、ブルームワンドの方が、火力は出ます。ので、セールスワンドも、もちろん、聖魔の国情より強いと。ので、まあ、どっちか好みで、まあ、暴走魔法陣につい乗っていられるんだったらセイラスね。まあ、動き回るんだったらブルームの方が使いやすいかもしれない。そんな感じですかね。続いて槍。まあ、槍もね、結構面白い
効果のやつが続いてたんですが、まあ、セイラスは、純粋に火力が強いですね。特に今回、強化されたパラディン、槍パラディンで使うと、強い。かなり相性が良さそうです。で、武闘家とかで、ルベランギスとかね、行く場合は、不死鳥の槍が強いですね。で、ルベランギス以外の、武闘家も、セイラスがいいのかな、多分。そんな感じだと思います。で、斧なんですが、このセイラスアックスね、攻撃時 25% ルカに、で、あとルカ2時ダメージ50ってあるんですが、まあ、戦士用、斧戦士用って感じですかね。斧戦士は、メインの攻撃が兜割りになるので、このルカ2時ダメージ50っていうのを活かしやすいです。で、対してあと、斧を使うってなると、まあ、戦士か海賊かって感じになるんですが、で、海賊では、この、まあ、ほぼ大砲か銃で攻撃するので、この攻撃時 25% ルカニっていうのが活かせません。うん。でね、攻撃、大砲とか銃には、これは乗らない。ので、大砲、海賊で使うんだったら、翼神殿の方が強いです。ね、まあ、強さも一緒なんで。まあ、攻撃力ちょっとだけセイラスの方が上ですが、おそらくこの、攻撃ダメージ 4% の方が、最後では生きると思います。はい。で、コーンですね。これ、これ誰向けなんだろうっていうのが、まあ、おそらくコンソールですね。コンソール用っていう感じだと思うんですが、まあね、バリーブートキャンプで使ってくれっていうことなのかもしれませんが、この、ローズロットっていうのにも同じ効果ついてたんですけど、ローズロットでは回復魔力がゼロだったので、今回80ついてるので、で、さらに30っていうので結構回復するみたいです。うん。ので、まあ、僧侶で殴りたい人は、セイラスかなと。で、まあ、コーンというと、今、やっぱりどうしても、占い師ぐらいでしか使わないと思うんですが、まあ、占い師で使うんだったら、まあ、この、呪文得意効果範囲1メートルがついてる、起点のコーンがやっぱり使いやすそうですかね。まあ、テンションとか、聖女が欲しければ、サガーもいいのかなという。占い師で使うんだったら、この辺ですね。で、僧侶で殴るなら、これ、なのかな？はい。で、爪。爪は、もう最近ずっと会心率 3% っていうのがずっとついてるので、まあ、会心率じゃない方のところで見ていく感じになります。今回は、会心と暴走ダメージ、50ということで、まあ、火力特化型ですね。まあ、盗賊が、前回、爪の盗賊が火力と、強化されたので、盗賊とかで使う分にはいいのかな。爪といえば、レンジャーっていう感じですが、レンジャーで使う分には、この行動時 5%、チャージタイム短縮がついているので、ゴッドクローの方がまだまだ使いやすいと思います。で、ムッチ。まあ、ムッチね、これ、強いですね。得意ダメージ。プラス15と、バイシスから、行動時、バイシスから、まあ、非常にシンプルで、強力な効果だと思います。で、まあ、汎用性はかなり高い。ですが、まあ、無知というと、やっぱり、スコルパイドだったり、デルメゼだったり、魔物使いでいくっていうことが多いと思うので、あとまあ、クラスチェーン、クラスチェーンね、物質ダメージ 15%。ちょっと、まだ、すいません、ちゃんと計算してないんで、わかんないですが、まだ若干クラスチェーンの方が強いんじゃないかなと思います。まあ、でもセイラスとも、だいぶ、火力差縮まってきてると思うので、まあ、今から買うんだったら、今からデルメゼ用として、ね、買うんだったらセイラスで十分だと思いますが、クラスチェーン、もうすでにいいの持ってる人は、まだ持っといた方がいいような気がします。
で、あと、スカルパイドの4とかね、その辺挑戦する場合は、ローズソーンが必要になり、ますね。こんな感じですかね。まあ、セールスウィップかなり強いです。で、奥義なんですが、セールスファン。まあ、特技効果、範囲、プラス1メートル。これが強いですね。で、アロケルの奥義の、まあ一応上位互換みたいな。まあ完全上位ではないんですが、まあ基本的に上位と見ていいでしょう。なので、アロケルの奥義から持ち帰ってセーラスファンっていうような流れになると思います。で、ただまあ、ガルドーンとかね、賢者が火力役として、入る場合は、未だに、これですね。闇攻撃ダメージ 5% が、おそらく強い。で、まあ、バラシュナとか、その辺だと、セーラスファンになるのかな。で、クローリスは、踊り子用って感じですかね。続いてハンマー。ハンマーは、必殺チャージがついてるのと、休み時ダメージプラス100というのがありますね。で、まあ、休みが得意な、休み技、スタン技とか、縛りとかの得意がたくさん持っている、盗賊だったり、あと、遊び人かなでは、結構使いやすいんじゃないかと思います。で、まあ、バトルマスター、ハンバトが右手に持つ分にも割といいかなと。ハンバトを二刀流で左手に持つんだったら疾風怒涛の方が使いやすいかな。で、ブーメラン。ブーメランは、これ強いです。コマンド感覚マイナス 0.5 秒。これが強い。まあ、回心率もありがたいですね。で、基本的には、遊びじゃなくて、旅芸人用ですかね。旅芸人で火力出すときに、使ったりとか、ハッスルダンスとかね、感覚を短くすることができるので、まあ、旅芸人用として、いい武器だなぁ、という感じなんですが、まあ、結局、旅芸人で使うとしたら、防衛軍でね、麻痺がついてるやつとかを、拾ってこないといけないので、まあ、ゴッドスローとか起点部のブーメランとか、この辺で、まあ、火埋めとか、すでに持ってる人は、まあ、それを引き続き使って防衛軍で、まあ、セーラスエッジの麻痺がついてるやつを狙うみたいな、そういう流れになると思われます。で、賢者で使う分には、まだ起点部のブーメランですね。起点部ラメランの呪文速度がついてるやつを持ってる人は、大事に使われるといいと思います。で、ステラツイスター、ステラツイスターね。ステラツイスターの上位版が全然出てこないんですよね。まあ、この行動時チャージタイム短縮が強力だよというので、まあ、レンジャーではこれを使っている人もいるらしいというところですね。で、弓。怪人ダメージ。おそらく、デルザーク、ね、魔戦で行くときに使ってくださいみたいな感じだと思うんですが。まあ、ムーンシューターが強いよね。まあ、ムーンシューターがいいと思います。必殺チャージが。と、チャージ早みが、まあ、強いですね。で、続いて、カマ。これね、これ強いですね。セーラスサイズ。この 10% で攻撃力と攻撃魔力が60上がるということで、まあ、攻撃力60とか、攻撃魔力60上がれば、魔剣士で、まあ、得意ダメージプラス10よりも強いです。ので、神秘の鎌から乗り換えていいのかな、という感じですね。で、こっち、ちょっとまあ、あんまよくわかってなかったんですが、今回、カマスパが強化されてますね。うん。で、カマスパで、行動時 10% 魔力覚醒を、活用することで、バギーの威力が大きく上がると
ということで、これ、カマスパ用に最適ですね。で、魔剣士にも有用だよというような感じの位置づけみたいですね。で、デスマスターでは引き続き、起点の鎌の方が使いやすいと思います。で、続いて立って、まあ、これ、この毒ガード20、これどう活用するんだみたいな。ね、まあ一応、波毒のリングとかネレウスマスクとかね、に合わせて 100% にすることができるんですが、ちょっとまあ、おまけみたいな効果かなという感じで、まあ本体は、この受けるダメージ 5軽減ですね。まあ5っていうのが、どの程度頼もしいのかっていうのが、ちょっと微妙なところではありますが、まあ無難に強い盾という感じでしょうか。まあ輪廻の盾とかは属性埋めで出たら、ちょっと嬉しいかなみたいな。で、まあ、起点も、うん、まあ、ガード時、聖女の守りとかね。この辺が、まあ、強いといえば強い。うん。で、ミニアディスは、まあ、耐性とかをね、たくさん揃いたい人用の、まあ、趣味用っていう感じですかね。で、まあ、未だにこのブレスガーダーとブルーバックラーの2強って感じですよね。このブレスダメージ 10% 減も強いですし、攻撃呪文ダメージ、これ多分数値の設定間違えたんじゃないかなっていうぐらいですよね。この上位っぽい起点が 4% 減ってますからね。未だにこの2つが強い。で、あとはまあこの辺好みですね。だと思います。まあプジュ系はまあ無難に使いやすいかな。で、ようやく最後大盾ですが、このフォースシールドこれも強いですね。受けるダメージ10。うん、まあこの、これの倍の効果があると。不主系の倍の効果があるっていうので、結構頼もしいと思いますし、まあ、もともと強いと言われていた、フラクノオタテの上位版という感じになります。で、ガードで 50% で、全属性耐性プラス 5% というのがあるんですが、これはまあ、ね、どうなんでしょうかね。まあ、有効活用、まあ、あったらあったらいいんでしょうが、なかなか、戦略に組み込むのは難しいかなというところですが、うん。というところですかね。うん。で、あと、死をね、これ、108の装備ですが、雷ダメージ 10% 減が強くて、未だに人気ですね。まあ、フラクがフォースに変える。フラクをフォースに変える感じかな。起点も、まあ、ブレスが 10% ついてるので使いやすい。で、まあ、守護神もね、デモ耐性用の盾としては結構いいんですが、まあ、ブルバックラーの方が強いよ、みたいな感じになっちゃいますよね。っていうところです。皆さんは、どの武器を買われますでしょうか。またね、ボーエグとかでもね、手に入りますので、揃えて、いろいろ使ってみてください。というところで、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。